どうもアガポニです。今回はユクシーアグノムエムリットの捕まえ方についてです。特にエムリット、そもそもバトルに持ち込むのが難しいわけですが、そういった厄介な点を踏まえた上で紹介していきたいと思います。それでは早速いきましょう。はい、この3体を捕まえるための条件はストーリーを進めてディアルガあるいはパルキアのイベントが終わった後となってます。この条件を達成していればポケモンリーグの殿堂入り前に捕まえることもできますね。というわけでまずはアグノムの捕まえ方です。アグノムはトバリシティから下、もしくはナギサシティから左に行ったところにあるビシコで出てきます。湖に着いたら秘伝技波乗りを使って湖中央の空洞まで移動すると、で中に入って奥に進むとここにいます。話しかけるとバトルになるので捕獲が失敗してもやり直しが効くように事前にセーブしておくといいと思います。あとは HP を削って捕獲するだけですね。ただ純伝説のポケモンと言われるだけあってなかなか捕獲しにくいです。私の場合3回くらいやり直して捕まえることができたので、その時のバトルを紹介しておきます。まず雪の王を最初に出して特性効果の雪降らしを自動発動させます。この雪降らしの効果はターン終了時にあられが落ちてきて微弱ダメージを与えるというものですね。で葉っぱカッターで HP を削りました。あられの効果もあってさらに少し削れますね。でこれ以上普通に攻撃してしまうと倒してしまうので微調整はあられに任せて2ターン目は適当にアイテムを使っておきます。で2回目のあられ効果でアグノムの HP の色が赤になりましたが、これではまだ捕獲率は相当低いと思うのでもうちょっとあられで削る必要があります。というわけでもう1回適当にアイテムを使います。で3回目のあられ効果でさらに HP を削れたのでここでゴーストに変えます。さらにねもう1回分あられダメージが入っていい感じに HP が削れましたが、これでもまだ捕獲率は低いです。なので一旦ゴーストの催眠術で眠らせます。これねあられがまだ続いてたら倒しちゃってたと思うんですけど、ちょうど止んでくれましたね。ちなみにあられの効果は確か 4,5 ターンだったと思います。ここまでしてハイパーボールですね。私はこれで捕獲できましたが、ここまでしても捕獲率 100% ではないので何度かやり直すことにはなるかと思います。次はユクシーですね。ユクシーはこのキッサキシティから左に行ったところにある H 湖で出てきます。途中野生のポケモンとのバトルを避けたい場合は事前にゴールドスプレーを使っておくと回避できて楽になりますね。でここから左に向かっていくと、で湖に着いたら秘伝技波乗りを使って中央の空洞まで移動すると、で中に入って奥に進むとアグノムと同じようにいます。話しかけるとバトルになるので事前にセーブですね。あとはアグノムと同じように HP を削って捕獲するだけとなります。戦略としてはアグノムと同じ方法で行く予定だったんですが、葉っぱカッターで思いのほかダメージが与えられなかったので2ターン目で冷凍パンチを使っています。でその結果いい感じにダメージが削れてかつ凍ってくれたので、ゴーストに代わって眠らせるという工程は省いてそのままハイパーボールを投げています。状態異常は眠りのほか氷状態でも捕獲率は上がるので今回はこのまま捕獲できたというケースですね。共通点は HP をかなり削った状態かつ状態異常の眠りか氷にした上でボールを投げるといったところですね。次はエムリットです。エムリットは双葉タウンから左上の方に移動したところにある宍道湖で出てきます。湖に着いたら波乗りで中央の空洞まで移動ですね。で中に入って奥に進むとここにいます。ただこれまでの2匹と違って話しかけてもバトルにはならずに逃げてしまいます。なのでこの後はエムリットを追いかけて野生でエンカウントしていく必要があります。具体的にどうやるのかというとポケッチアプリのマーキングマップを使います。マーキングマップを持っていない場合はことぶきシティのここポケッチカンパニーに入ってすぐのところにいる社長からもらえます。で使い方ですが R ボタンで起動して R スティック押し込みでアプリを切り替えていって、
これですね。で、表示させた後は操作する必要はないので、どう見るかということなんですが、まずこのマップは新大地方全体のマップと同じものになってます。で、2箇所点滅していますが、四角が自分、動物マークがエムリットのいる場所ですね。なので、これを見ながらエムリットと同じ場所に移動した状態で野生エンカウントをするとエムリットが出てくる可能性があるというものになってます。ただこれがですね、なかなか一緒の場所に行けないんですよ。プレイヤーがエリアをまたいだり空を飛ぶで移動したりなんかするとエムリットはすぐに移動しちゃいます。例えば黒金シティの近くにいるなと思って黒金シティに普通に移動しても、着いた時にはもういないわけです。じゃあどうするのかというと、こっちからは追いかけずに道路と街を行き来して来るのを待ちます。まあ、場所はどこでもいいんですが、個人的にはコトブキシティがやりやすかったので、ここでの具体的な方法を紹介します。例えば街のこの下側で202番道路と行き来するだけですね。するとこんな感じでバンバンエムリットが移動するので、これで近くに来るタイミングを狙うわけです。隣町ぐらいだとね、まだ遠いので、本当にすぐそこまで来るパターンだけ狙います。まあ、すぐそこまで来ても道路に出た瞬間に移動されることもザラなんですけどね。こんな感じでね、まあ、この方法でもね、多少時間はかかりますが、普通に追いかけるよりも断然時間短縮はできるかと思います。で、これが比較的いいパターンになってます。このコトブキシティ左側の場所はこの通路部分のエリアまたぎで移動しない確率が高いので、ここに来てくれた時はチャンスです。ちなみにこのエムリットとエンカウントできる場所は草むらか水上になってます。で、やっと同じ場所に来れたので、ここで波乗りして水上でのエンカウントを起こします。ちなみにこの時の私はセーブをしていないですが、同じ場所に来れた時点でセーブしておくと、この後失敗した時にね、すぐにやり直しができるので、しておくのがいいですね。で、エンカウントしても 100% 出てくるわけではなくて、こんな風に他の野生のポケモンが出てくることもあります。この場合は逃げて再チャレンジですね。野生のポケモンがね、連続で出てきても 2,3 回はそのエリアに留まってくれています。はい、出てきましたね。ただこれで終わらないのがエムリットの厄介なところです。何が厄介か、1ターン目で必ず逃げます。これがね、めんどくさいんですよ。捕獲までの基本戦略はアグノムユクシーと同じですが、1ターンで戦闘が終わってしまうことを踏まえて、 HP を削るかい、状態異常にするかい、捕獲するかいと3段構えでいくのがいいかと思います。というわけで今回は HP を削ります。1回攻撃すると逃げられましたね。なのでもう一度さっきと同じようにエリアまたぎで呼び寄せる必要があります。ちなみに逃げられなくする特性か技を持っていて、その上で HP 削り調整ができるようなポケモンがいる。これが一番いい方法ですね。ただそういったポケモンはなかなか持ち合わせていないと思うので、この三段構え戦略が誰にでもできる方法になるのかなと思います。で、2回目も同じ水上に来てくれたので移動してバトルですね。 HP はもう少し削りたいので、レベル34のゲンガーシャドーボールで攻撃しました。効果抜群の攻撃だったので倒しかねなかったんですが、まあいい感じに削れましたね。で、また逃げられるのでエリアまたぎでもう一度呼び寄せます。で、次はね、状態異常として眠り状態にしたいのでゴーストを先頭にしておきます。ゲンガーがね、使えればよかったんですが、私のゲンガーは使えないんですよね。で、今度は右側の草むらの方に来てくれたので移動します。同じ位置に合わせてここですね。で、予定通り催眠術を使って眠らせます。ちなみにですが、眠らせてもしっかり一旦で逃げます。ただ状態異常は継続したままになるので、あとはもう捕まえるだけですね。同じようにエリアまたぎで呼び寄せて、また同じ水上だったので事前にしっかりセーブしてからエンカウントします。で、投げるボールはクイックボールがいいですね。クイックボールは1ターン目に使うと捕獲率が高いというボールになってます。ポケモンリーグのショップで売ってますね。で、今紹介しているのは捕獲が成功したものですが、実際はこの前に10回くらい失敗してます。これだけ HP を削ってかつ眠りの状態以上にしていても、私はなかなか捕まえられませんでした。3体の捕獲率に差があるのかは分かりませんが、体感としてはエムリットが一番難しかったですね。なので、できればもう少し HP を削った方が捕獲率は上がって楽になるかと思います。とはいえバトルはね、その時の流れによって大きく変わったりして、今回紹介した方法が正解っていうわけではないので、一例として参考にしてもらえればと思います。はい、この動画少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。